言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。文春の記事だったんですけど、ネットフリックスで日本の作品でグローバル1位を取ったのはハンマーバキが最初だって話がありました。で、ハンマーバキの中でも特に一番人気のある裕次郎とバキの親子喧嘩というところに BE:FIRST とスカイハイが出れるという形というのは非常に素晴らしいことでもあって、ここに関する話もね、今後たくさん出てくると思ってます。で、コメントでもいただいたりもしましたし、やっぱりこうね、気にしている方もいらっしゃると思うし、で、サルビアですね、8月18日にアニメバージョンの方がリリースされるっていうことになります。で、この話に関して、この日は滝沢秀明さんの会社 2B もリリースをする日でしたということになってます。はい。IMP ですね。クルージンという楽曲で、出るようで、多分、悪魔の隣に、スマイルアゲインと熊と悪魔の隣に、ピンク色のあると思いますけど、ですね。もともとの名前で言いそうになりますが、IMP ですね。聞きましたが、なかなかいい感じの曲でした。聞きましたかっていうのは、ティザーが出てたんで、それで聞きましたよ。そう、いよいよ動き出しますね。現状、平野くんと神宮寺くんがインスタの更新をしたりとかしてて、ライブもやったんだっけ？で、三宅健くんが YouTube ライブを結構頻繁にというか、もうすでに3回ぐらいやってると思います。という形になっていて、もろもろそういう動きがそろそろ出てくるなっていうところもありつつで、ちょっと面白くなってきたなっていうところではあります。サルビアに関してですけど、一応スカイハイのサラセニアと同様にアニメバージョンの方は本編ではないというか本ちゃんではないと言いますか、本丸はやはり30日のスプリットシングルと言いますか、サラセニアサルビア両方一緒に出ますけど、そちらの方が本丸だと思ってます。今はだからこう石膏舞台と言いますかちょっと使ってる表現おかしいけどね、ちょっと様子を伺いに来てる感じっていうところで、なかなかね、この IMP に関してですけど、ここがねどう面白いかっていう話なんですが、その前にジャニーズ事務所の方は亀梨和也さんがリリースをされるということで、なのでボーイズグループで言うとIMP と、ボーイズグループではないけど亀梨和也さんのソロ名義のやつが、出るという形で、そこがおそらくはね、ジャニーズ事務所と 2B のところでは結構注目されているところになるんじゃないかなって気がしてます。で、どっちかっていうとそちらの方をどういうふうに皆さんが捉えているかっていうところになりますかね。サルビアの方も確かにそうなんだけど、未知数なんですよ。本当に予測ができなくて、っていうのがやっぱりね、 IMP に関してもそうだし、滝沢秀明さんの事務所 2B のところのタレントといいますか、三宅健さんもそうだし、平野くん、神宮寺くんもそうだし、すでに特に平野くんなんかはインスタの方のフォロワー数がもうかなりの爆発をしておりまして、すごいことになってて、で 2B の YouTube チャンネルとかに関してもすごい登録者数も伸びてて、すごい一大勢力になってますよ。で、その状態でデジタルシングルでこの IMP も出すっていうことになるから、そうだからね、ここがどう未知数かっていうと、私たちベスティもそうだし、 K-POP 系のファンダムもそうなんですけど、やっぱりストリーミングだったりとか、それからデジタルの方を買うっていうところ、そちらの動きっていうものをやっぱり今までやってきたわけですよ。で、 2B に関してやはりちょっと違うのが、ファンダムの大きさはすごいですし、 2B 箱推しっていう人も絶対にたくさんいると思ってます。でも本当にすごい勢力だという形だけど、
推し活みたいな部分で、おそらくは今までその円盤というか音盤というか CD をたくさん買うっていう形で、ストリーミングとかダウンロードは基本的に、なかった事務所にいた人たちで、そこの流れでこっちにというか 2B に行ってるっていうところだと思うので、そこの部分をどのぐらいの感じでやってるか、そのいわゆる新しくなったところで、その IMP はじめとしてそういうふうにこう、まあ道筋をまとめるあのファンダムの長みたいな人がいるのか、ちょっと変な話をしてますけども、まあ私がそういうがっつり強火で BE:FIRST をしてる人間で、結構そのツイッターとかでこうまとめてる人とか、こう牽引していく人とか、そういう形のものをやってる人を何人かもちろん見てて、それはその BE:FIRST だけじゃなくて BTS とかはじめとして、その K-POP 系をやはり追ってきたところもあるから、そういう考え方になるんですね。ジャニーズさんの場合はそういうのじゃなかったのかもしれないけど、ただ現状その今後の 2B はその K-POP なり、その BE:FIRST や JO1 なり、そういうボーイズグループの流れに近いところで動いていくっていうことになるから、そこでどういう状況なのかなっていうことには気になってますね。でもう一つは IMP の、シングルっていうことになるわけですけど、そこを例えば平野くんや神宮寺くんのファンとか、三宅くんのファンとか、まあ滝沢くんのファンっていう方もいるのかな。でも滝沢くんのファンだったら IMP の応援はがっつりするか。そう、今ちょっと言いましたけど、こう共同してどのぐらいこの IMP のシングルを押していくかっていうところも、その正直私もね、そのジャニーズのところの話はわからない。今ジャニーズではないんだけど、もともとジャニーズから来たところのファンダムとかの流れっていうのがわかんなくて、だから結構ね、これすごい、なんでしょうね、私BE:FIRST推しですけど、まあデータオタクと言いますか、オリコンやビルボード含めた順位データからファンダムの動きとか戦略とか戦術とか、そういったものを好むっていう、もう厄介なやつなんでね、そういうところで現状すごい戦力である 2B のファンの皆さんが、その初手でどういう感じで動くのかっていうのが非常に興味があって、そういう感じになってますね。だからね、まあ実質、まあ先ほども言った通り、このサルビア、まあ BE:FIRST としてはサルビアのアニメバージョンもなんかこう、もちろん上位の方には行ってほしいし、まあ行くとは思うんだけど、IMP のシングルがどのぐらいに行くかっていうところが結構気になってて、がっつり行くような気もするし、動きとしてまとまりきらない気もするし、どっちになるか正直わからないんですよね。でも 2B としては一番最初のこの動きとして、やはりこうオリコンなりビルボードなりで1位狙っていきたいだろうなっていうのはあるんですよ。まあ現状 YOASOBI のアイドルっていうモンスター楽曲があるので、まあ他のグループ含めなかなか1位をね全部で取るっていうのは難しいんだけど、オリコンとかでスポットスポットで取っていくっていうことは可能な気がする。だからダウンロードでっていうことになるかな、多分ね。まあその感じで言うと、例えばオリコンの方で亀梨くんは出るけど、多分ですけどジャニーズさんだから CT の方で出しますよね。でデジタルの方では出ないことになるから、そこは被らないっていうことにもなるかな。でも多分ですけど、ビルボードの方だと楽曲でやっていくし、 CD も含めていろんな指標が出るから、そこはまあ順位が完全に出ることになるかな。ビルボードの場合は CD 指標がそんなに強くないので、やり方次第ではまあ多分 IMP が上に行ける可能性もあるかなって気はしてる。ただ実質ほら、IMP もね、もともとの名前では言いませんけど、そのデビューをまだしていなかったグループで、でここに来てがっつりデビューをして、しかもグローバル展開っていう形になるから、ここで勢いというか存在感を示していければっていうところはありますよね。そうだから
まあ、ちょっとねいい感じで言ってくれればっていうふうに思ってる。とは言ったものの複雑なんですよね。あのやっぱりサルビアのアニメバージョンとはいえ本ちゃんじゃないとは言っても、自分の立場としてはどうしてもサルビアが1位を取ってほしい、まあ、ダウンロードとかねそういったもので。ただまあまだ本ちゃんではないし、そこで力を入れすぎるべきでもないのかなっていう気もしてる。だからこのサルビアの、まあ、スカイハイのサラセニアに関してもそうだけど、デスティとしてもこのアニメバージョンの方のこの楽曲に力を入れていくぐらいのものがどのぐらいの力の入れ具合で良いのかっていうのは結構迷ってるところではあるかなと。まあファンダムというかツイッターとか見ててもそういう感じの流れは見れるような気がしてはいて、ちょっとだからまあ結局そうなってくると、まあ戦略とか置いといて、ひとまず自分たちのペースでやりたいようにやるっていうしかないと思ってはいる。でもまあサルビアもねやっぱり相当売れてほしいし、あとそのバキに関してだから、あのあれアニメバージョンの方って結局外国人とかにはどういう風な流れで行くのかな。でもさすがに外国人でダウンロードして買うって人はそんなにいないよね。ストリーミングで行けんのかなとかね。うん、ただ冒頭のその文春の記事かなんかであったそのバキの、あのやっぱ日本のアニメでワンピースでもナルトでも鬼滅でもなくバキがやっぱりすごいらしいっていうのはあって、その部分も未知数じゃないですか。うん、だから本当にねこの話ってすごいあのはっきりしてるんですよ、その起こる事象は。あの要するに8月の18日に BE:FIRST のサルビアアニメバージョンが出ます。そしてあの 2B の、 あのアーティスト IMP があのファーストシングルを出しますと。でジャニーズの方の亀梨和也さんがあのシングルを出しますと。うん、ソロの事象はすごく分かりやすい。ただ本当に読めなくて、どこのファンダムもどう動くか全然分からないっていうことなんですよね。皆さんどう思われますかね。実際だからベスティの方もどのぐらいのその熱量で動くか本当にこれに関しては分かんないし、 IMP もどのぐらい動くか分かんないし、そもそも IMP に関して他の平野くんたちのファンの人たちがどのぐらい協力体制になるのかってのも分かんないし、亀梨くんのシングルに関してもどのぐらい動くのかってのも分かんないし、本当分かんないですねそうあのね、だからこの動画はまあとりあえずこの事実っていうのはあるけど、はっきり何も分かんないっていうことを言いたいっていう動画です。何の動画だいって話にもなるけどね、でも本当にそうなんですよ。でもその分18日が楽しみなんですよね、データオタクとしてはね。どう動くのかっていう、データオタクでありファンダムオタクでもあるからおもろいなと思ってますよね。はい、っていう感じですまあこういうのを好む方好まない方いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ こいつはこういうことを考えてんだなっていうくらいで思っていただければと思いますけど、はい。まあ NHK のライブエールの方がねいい感じで、あの NHK プラスでも見れますから、 BE:FIRST 良かったしね。あ、1個前にちょうどその動画出してるんで、そちらを見ていただければと思ってますけど、まあそんな感じですね。まあマーゼのライトニングがあの14日に出るという形で、まあ、もう本当もうすぐなんだけどね。で、その時に何ていうか INI の、モーメントか出ますが、うん、まあ、そこはね結構はっきりしてる。両方ユニバーサルだし、ダウンロードキャンペーン的な感じのこともやるので、まあ実質そのダウンロードキャンペーンってどういう風に動くかっていうところでね、もうがっつり動くと思う。それはね、あのミューズも動くしミニも動くと思う。そうね、もうだからそっちははっきりしてる。18日は本当誰がどう動くか本当わかんないっていう形です。まあ、まず18日の前に14日の部分があるから、そこでどうなるかですよね。まあ個人的にはINI も好きですけど、やっぱりね BMSG 推しとしてはマーゼルに上取ってほしいけど、ただ前動画でも語ったけど結構ね、INI のねダウンロードキャンペーンの方がかなり強気なんですよね。そう、もうユニバーサルの手法みたいなところもあるけど、で BU の場合は BMSG とユニバーサルって話し合って、
なんていうか負担とかをそのファンにかけないようにっていうところでスカイハイの方からユニバーサルの方にその辺の意思のすり合わせはしてるらしいので、だからそのユニバーサルがっつりでやっていく INI とかとはやり方が違ってくるとは思うわけですよ。でしかもまあ言ってみればライトニングも先行配信シングルであって本ちゃんは10月だったりするんで、でまあその辺も含めてね、まあ、どういう風な戦略になっていくか、まあ、BMSG がもろもろそのマーゼル、スカイハイ、BE:FIRSTで、まあ、翔太くんもそうだけど結構リリースをがっつりと強めにやっていくところがあるんですよね。その中でどういう流れで上位の方を取っていけるかっていうところもあるし、でそこにこうなんか今回は 2B が INP ががっつり絡んできそうだから、そう絡んできてくるだろうし、だから来てくれた方が全体の活性化につながるんでその方がいいんですよ。そうしかもやっぱり 2B の会社も応援を私はしたいから、だから最初こう一気にバッていける感じの方がいいので、まあ、ほんとちょっとね、まあファン目線としては BE:FIRSTファンとしては、まあ、サルビアに取ってほしいっていう部分もありつつ、全体の音楽ファンとしては 2B の勢いがついてほしいから、INP にも頑張ってほしいっていうところもありつつっていう感じですかね。まあ戦略的な戦術的なものの話なんでね、そういうのがあまり好まない方もいらっしゃるかもだけどね、まあいいものはいいっていうか音楽をね楽しむっていうところでいいんじゃないっていう感じもあるかもしれないから、それはそれでそういうのもいいかと思います。ただねまあ面白いなと思ってます現状。はいはい、では私はいろんな動画撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。